それは何、大だらぼっち。大だらぼっちは、うん、富士山と同じぐらいだよ。でかっ。富士山、あの、富士山の土が柔らかいのは、あの、大だらぼっちに、大だらぼっちの上を、背中を塗っているってわけになる。そうなの？違うよ。そもそも大だらぼっちが富士山を作ったの。なんで？大だらぼっちが富士山作ったの？そう。あと川を作ったのはフェルリー、誰？フェンリー。フェンリー？そう。フェンリーは、口から出すのだいぶ難しいっていう説がある。うん、そう。あの涙の時は、あのなんかあーってさ水を出す時超でかいんだよ。大きいんだよ水が。それで、超強いやつを倒し、そいつを溺らせたの。すごいね。それが超強フレンドの謎解き。ポテト食べないの？ポテトは？スイちゃんポテトは？興味ないの？マグロ揚げ？マグロ揚げ？センちゃん。まずしも今ハマイって言ってる。ハマイ、うまいのハマイ。パパー、わあこれ何て読むか知ってるよ。これね、ハマアイズかっこチョコレート。キャンセル。これ押さないよ。置いといて。毎回来たらあれだな。中国語で探してみたら。日本語でした。英語でもいいじゃん。探してみたら。中国語の方がね、字が少ないんだよね。そう。わからない。3。ん？わからない？もう食べない。くーちゃんお腹減ってない減ってないっていっぱい食べたの。何個ぐらい食べたの？ 10個ぐらい食べたの。すずちゃんタコ4貫エビも食べてます。ママです。うん、じゃあ食べて。あれ21番席でご覧です。ちゅうちゃん目が寄せれた。やめて、バカらしい。なしだし。やばね。